こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日は、昨日の看護、等々のですね、続きっていうことで、埼玉県立大学を取り上げようと思います。で、最初にちょっとだけ宣伝をさせていただいて、概要欄にリンクを貼っておきますけれども、ノートでですね、ファイナンシャルプランナーになるための、資料みたいな形で、ノートをですね順次アップしていますので、もし商業高校ですとか、あとは商学部ですとか、経済経営学部ですとか、そういったところに進んで、ファイナンシャルプランナー、3級から2級ぐらいは受かるんじゃないかなっていう資料になりますので、もし興味があるようでしたらそちらを覗いていただいて、単元ごとにですね、まとめてありますので、必要な単元だけ、読んでいただいても結構ですし、1単元100円という形にさせていただいたんですけれども、単元によってはですね、ページ数が少なくて100円、別の単元では、ページ数があって100円っていうところで、なんかちぐはぐなところもあるんですけれども、なんかお役に立てればなと思っています。で、今日取り上げる、埼玉県立大学なんですけれども、越谷市にありますので、私の、住んでいる埼玉県東部の、地区では、地元っていう形になるんですかね。で、浅間台の駅から歩くような形なんですけれども、歩くにしてはちょっと距離的にあるんじゃないのっていう、ガラス張りの綺麗な大学なんですけれども、その距離のところが、バスかなんかが出てるんですかねっていうところですね。あんまり歩いている学生を、見かけたことがないので、きっとバスかなんかがあるんだろうなっていう距離の、大学です。で、こちらの学、大学で、学べることがですね、ここですね、看護学科、理学療法学科、作業療法学科、健康開発科、等々っていう形で、医学部の保健科に近い形、要は医学部の医学科っていう形で、お医者さんを養成するっていうところ以外の部分が、揃っているっていう形で考えていただければよろしいのかなと思います。で、まず一番最初にですね、気になったのが入学定員なんですけれども、看護科を代表とすると、130名の募集なんですね。入学定員です。で、そのうちの前期の募集が65名、約半分という形なんですね。で、後期の募集が、その残りの半分っていうことはなくて、ほんの13名ということになっています。で、他のところもですね、例えば理学療法学科を見ても、入学定員40名に対して半分を一般の前期で募集をして、後期はほんの若干名という形の配分になっています。じゃあ残りはどこから入学するのっていうと、推薦ですね。ですので、もし第一志望で、埼玉県立大を考えるのであれば、まずはですね、高校の先生と相談していただいて、推薦での入学ができない、できるのかできないのか、そこをですね、まず一番の、道っていうか、そこが、一番入りやすい道になってくると思いますので、ぜひ推薦の相談をですね、高校の先生としてみてください。で、推薦が取れなかったよ、でも埼玉県立大に行きたいよっていうなったいうふうになった時に、一般受験の、前期、後期でっていうのはなかなか人数的にも、日程的にも精神的にも辛いものになってくると思いますので、前期の日程でですね、合格を勝ち取ってほしいっていうところにつながっていくんですけれども、試験の方法なんですけれども、大学入試の共通テスト、以前のセンター試験ですね、の、テストだけで
考えていただければよろしいと思います。で、まあ、多少の違いはこの、看護学科ですとか理学療法学科ですとかその科によってですね多少の違いはあるんですけれども、基本的には、国語、地理公民社会ですね、あと理科、数学、外国語っていう形、まあ英語ですよね。で、5教科5科目っていう形になります。ですので、例えば数学を取り上げると数 1A か数 2B のどちらか一方ってなってますので、まあ当然数 1A を選ぶことになると思うんですけれども、数学は数 1A だけでいいですよ。で、まあ、看護科だとですねちょっと厳しいのかなって思ったのが理科で、発展の、要は基礎科目じゃない発展の方の、物理化学生物地学から 1科目ってなっています。で、あと社会もですね A 科目が選択できないんですよね、世界史 B 日本史 B 地理 B ってなってますので、あとは公民系ですね、原社倫理政経倫理政治経済から1科目ってなってますので、ちょっとこの理科と社会が得点しづらいのかなっていうところになってくると思います。で、ですので、できればですね英数国の3教科、まあ、国語、まあ、古文漢文を含むので、ちょっと得点しづらいかもしれないですけれども、ぜひここは頑張っていただいて国語と数 1A、2B はもうやらなくても結構って言っちゃってもいいと思うので数 1A で、あと英語のリスニングを含むっていう形で3教科ですね、この3教科をきちんと得点できるようにして、で、理科と社会であまり失点しないような形の勉強方法が、おすすめなんじゃないかなと思います。で、他の科についてでもついてもですね同じような形ですので、ぜひそこは、主要の3教科、3科目ですねをきちんと仕上げていっていただければ、まあなんとかなるんじゃないのかなっていう気がしています。で、配点なんですけれども、まあ 1科目ですね、100点にみんな、換算し直して、500点満点っていう、計算になります。で、この500点満点で、この右下のこの表ですね、この表を見ていただくと、看護学科、理学療法学科と横に並んでるんですけれども、一番下が合格最低点で、350点をちょっと上回るような形で、作業療法学科だと350点の少し下っていう形になりますので、約 70% の得点率って考えていただければ、その 70% をですね、得意科目不得意科目で、どういった形で、振り分けていくのかっていう計画を立てて、勉強していっていただければなと思います。で、理科と社会が得意でそこが得点源になっちゃうよっていうお子さんは、要注意です。で、先ほどの話に戻っちゃうんですけれども、この主要3教科ここでしっかり得点を取っておいていただければ、後期これですね、後期の若干名の、合格者を出すところで、ここはですね、英数国この3科目だけを見て、その得点での合格っていう合格不合格っていう、合否判定になりますので、ぜひですね、二次試験がありませんので、この主要3科目で共通テストでしっかり得点を取って、前期試験でなんとか勝ち取る。でもしそれがダメでも、後期で引っかかるためには、英数国だけで集計し直した時に、しっかり得点になっているっていう形を作り上げることが必要になってくると思います。
で、プラスですね、一個だけ気になったのがこのちっちゃい字で欄外に書いてあることなんですけれども、オープン課題っていうのがありますよ。まあこれが、個別学力試験、要は普通でいう二次試験のところになると思うんですけれども、そこはオープン課題っていうのをやりますよっていうことになってるんですね。で、これが何なのかっていうのが、ホームページを見たんですけれども、ちょっと何とも書いていなかったんですけれども、この1行しか、まあ、分かるところがなくて、あらかじめ提示した問いに対して、回答用紙を使用して記述する回答ですよって書いてあるんですね。で、まあ、細かいことが気になる性格なんですけれども、この回答が回答、こっちじゃなくて回答のこっちの字を使ってるんですね。ですので、多分記述で、作文かなんかを出すんじゃないのかな。まあ小論文なのか。で、このテーマについては、あらかじめ提示して、それについて、まあ試験会場に行って、現場で書くっていうところになると思います。で、まあ、複合的に考えて合格最低点で、こういった点数がここで公表されていますので、この二次試験、個別試験ですねのオープン課題については、よっぽどひどい、論述作文をしなければそれをもって不合格っていうことにはきっとならないんだろうなと見ています。ですので、まずはこの主要3教科の得点で、地理気候民理科でなるべく、失点をしないようにして、逆に言うとこの個別試験二次試験での逆転を狙うっていうのは、ちょっと無理なんじゃないのかなっていう気がしていますので、ここは、まあ何て言うんですか、とんでもないもう論外なことをやらないようにきちんと対策をしておくっていうところで、合格できるんじゃないのかなと思っています。で、この7割の話に戻るんですけれども、7割の得点力があれば他の大学も考えられるんじゃないのっていう、ちょうど、まあ、ボーダーラインというか悩みどころというか、そういった大学が、まあ、埼玉県立大学になってくるのかなと思っていますので、明日以降はですね、この埼玉県立大学を基準にこの7割が取れるんだったら、他の大学が狙えるのかどうなのか、科目がだいぶここ少ないですからね、そういった面も踏まえて、検討していければなと思っています。で、逆に埼玉県立大学で、この7割がちょっと厳しいよっていうお子さんもいらっしゃると思うので、そういったお子さん向けには、ちょっと下目の目線でですね、科目を絞るのか、あるいはこの7割っていうラインを、下げた形で合格が勝ち取れるところはないのかっていうところで、少ししばらくの間はですね、この医学部保健科に、相当するような大学を取り上げていければなと思っています。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。